キング・オブ・コウジは日本の競争場。主な勝倉は2020年のメグロ記念。2016年3月26日、北海道ニーカップ町のヤシロ大コーポレーション、白追ファームで誕生。2017年のセレクトセール一歳場市場に上場され、増タワ系によって3348万円で落札された。 2018年10月21日東京競馬場の新馬戦に石川祐希人安城でデビューしたが5着に敗れた。その後も凡走が続いたが2019年3月3日5戦目にして勝ち上がった。毎日敗に格上挑戦するも9着と惨敗した。結局年内は一生クラス止まりに終わった。4歳になり中距離路線に切り替え安城が 横山のりひろに乗り換わると一変、一気に3連勝し、目黒記念では単勝4.1倍の一番人気に支持される。後方からレースを進め、直線残り200メートルで先頭に立って、後続をちぎり、4連勝で重賞発制覇を飾った。秋初戦は京都大賞典に出走。GI はグローリーベイズ、奇跡相手に3着と、構想したが、レース後に、 右第一施設手指骨骨折を発症したことが判明した。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。